次はストレッチポールを使っていきます。昔からあるこの筋膜リリースグッズの一つですが、とてもいいです。ちょっとほぐしも使っていきたいと思います。ではですね、ストレッチポールを縦に置いて、そしてなるべくお尻のあたりをこう近い方、ちょっと端の近い方にまずお尻を置きます。そして手でお体を支えながらゆっくりと後ろの方に倒していきます。で、頭、お尻、しっかり背骨が、ポールに乗っかっているか確認しましょう。よく多いのが、割と頭がこう出ちゃって、そうするとね、頭が落ちちゃうので、後頭部でポールを押せなくなってしまいます。ですので、お尻を前の方、しっかりとお尻から頭の後頭部、頭の後頭部はポールを押して、足の裏、そして肩甲骨、この3点でも押していきましょう。上からいくと、頭の後頭部、両方の肩甲骨、両足の裏、少しお膝を曲げながら押す感覚で肩の力を抜いていきます。3から5呼吸どうぞ。よくね、姿勢を良くするときに壁にお体背骨をつけて頭の後ろをつけてるなんてありますよね。それと一緒です。寝た方が力抜けるので、このストレッチポールに後頭部と肩甲骨、それからこの足の裏をしっかり押していきます。安定感が出てきましたら、両方の足を片方ずつ伸ばしていきましょう。頭の後頭部、両方の肩甲骨、あと少しね、この腰のあたり、お腹のあたりもしっかり力を入れて、仙骨のあたり、腰のあたりがポールに当たるように沈めていきます。反り腰にならないようにお腹を引き入れて、仙骨のあたりもポールに入れていきます。当てていきます。そうしましたら、呼吸を繰り返しながら体の重さをポールに下ろしていきます。呼吸を吐きながら頭の後頭部でポールを押し込んでいきます。ラスト一呼吸をしっかり吐いていきます。吸う呼吸でお膝を立てましょう。ちょっと不安定なのでゴローンと気をつけながらお体を横に倒してポールを外していきます。で、手足楽に伸ばしてポールから外れたお体をこの床の方にしっかり根付かせていきます。呼吸を繰り返します。ポールに乗ったことでお体のバランスが整って、少し体に調整が入ったことで体のお本来の重さ、それから体の長さが出てきたことを感じられると思います。ラスト一呼吸を、最初にポールに乗って、その後降りて体が少し整った感覚をまず見ていきます。では一度お膝を立てて、体横の方に倒しましょう。上の手で床を押してお腹を丸めながら頭最後に起き上がっていきます。そしたらですね、ここから少し今度はほぐしとしてこのストレッチポールを使っていきたいと思います。見やすいように、フォークを変えますね。はい、そうしましたら今度はポールを使ってほぐしていきましょう。まず足の方からほぐしていきたいと思います。ポールを横にします。横にして、自分のちょっと足のお尻の下のあたりですね、そこに乗っけて、でポイントはですね、なるべく自分の、先端がお体の方に近い方に来るように、真ん中に伸びるよりは少し先端の方に乗っていただくと力が入りやすいです。ポールの方で肘を立てるか、
手で押すか、自分の気持ち、お体が安定するところ、片方の足を前に立てて、少し外側のももの方をほぐしていきます。で、結構ね、イタタタタタっていう場合もあるので、無理しないで、ちょっと様子を見ながら、このお尻のちょうど股関節の付け根のあたりから膝の上のあたりまで、まず外側の張りをほぐしていきましょう。やはりこう硬くなるところなのでね、自分でコロコロとボールを動かしながら、しっかりとお体を支えてほぐしていきます。そうしましたらですね、今度は後ろ側にで天井を見て、ももの、あたりですね、少しももの付け根の、お尻の付け根のあたりからこんな感じでほぐしていきます。外の横の張りから、少しももの、裏側、それから膝の上あたり、少しふくらはぎの方、膝のあたりの方もしっかりとほぐしていきます。なので、ちょっと最初は外の氷をほぐしてから、裏側を上から下までしっかりとほぐしていきます。そしたらですね、反対側ですね、少し横のもう一個の針を同じように、ちょっとね、先端の方に自分のお体を近づけて、入れる方の足は伸ばします。片方の足は曲げて、少し外側の方のももの方をしっかりとほぐしていきます。そうしましたらですね、今度は前側を向いて、お腹のあたり、鼠径部のあたりから、また手で押しながらほぐしていきます。ただ、ももの前側もね、自分で凝ってるなというところをほぐしていきます。痛いですか？場所が全然ね、人によって外側が痛かったり、裏側が痛かったり、それぞれだと思うので、凝ってる方には少し時間長めで入れてってみてください。最後はお腹のあたりにも入れて、少し肘で自分のお体を支えながら、そのまんまお腹のあたりほぐしていきます。そうしましたらですね、今度ボールを縦にしていきます。縦にしていただいて、やはりこれもね、真ん中に乗っけるという時よりは端の方、なるべく先端の方が力が入りやすい、体重が乗りやすいので、肘立ちして付け根の方に入れていきます。手のひらを上に向けて、肩の力を抜いてから、両手パーにして押していきます。で、少しずつ半呼吸に、自分の重さ、体重をボールの方に乗せるようにしてほぐしていきます。この内転筋といわれる内側、痛い方多いですね。で、また自分でこう場所をだんだんこう付け根の方から真ん中、最後外側、膝のあたりへ、ね、移動させてほぐしていきます。テレビ見ながらとかでいいので、なるべくね、ながら、なるべく自分がこうゆっくりリラックスしながらできるような感覚で、お家帰ってからとか、結構私ね、入った後とかやることが多いです。で、こちらが終わったら同じことで反対側もいきます。なるべくボールの先端に鼠径部のあたりに近づけて、少しね、自分で重さを乗っけながら、凝ってるなというところ、まずは入れていきます。
膝の動きなんかも入れるとね、またかかる圧力、ボールが入る場所が変わっていきます。なんとなくこの入れ方がね、コツが分かってくると思います。なるべくこれもポールと足で押し合うエネルギー、下に下ろすエネルギーで、またポールが自分の足を押していくエネルギー、それでこう整体師さんにマッサージしていただいているようなね、プロのマッサージの方に指圧していただいているような、そんな力がしっかりと自分の体に入っています。ですね、今度は、足から腕の付け根の方に入っていきましょう。同じことです。中側に入れる場合はポールを立てていきます。で最初、少し肩甲の脇の付け根、この時頭も少し乗っけてあげると力が抜けやすいです。肩の力が抜けて、さっき自分のお体を肘で支えたように、力抜くために頭を乗っけながら脇の付け根をほぐしていきます。ここも大きいリンパ節なので、しっかりとグリグリ負担がかからないようにほぐしていきます。そしたらですね、今度は裏側、肩甲骨の方は横にしていきます。そして同じように寝転んで、少し頭をボールに乗っけるか、もしくは少し腕に乗っけるか、脇の後ろ側、肩甲骨のあたりをほぐしていきます。各呼吸に合わせながら力を抜くことで、ポールがお体の中側に入って、よりね、固まっているところがほぐれていきます。キリのいいところに反対側も入れていきましょう。キリのいいところで反対側も入れていきましょう。自分のね、慣れてきたら左右の違い、少しお体の左右のバランスの違いを見ながら入れていきます。結構足とね、脇の付け根はどうしても使うところなので、痛いですね。しっかりほぐしましょう。で、後ろ側に入れるところの時は横にして、少しお体を寄りかけながら、寄りかかりながら、やっぱり頭がこうダラーンとしちゃうと力首に入っちゃうので、自分の腕に乗っけるか、少しねポールの方に寄りかかりながら、なるべく肩甲骨、脇のね付け根のあたり、裏側の方しっかりとほぐしていきます。上の手で床を押しながら起き上がっていきます。なんとなくこう足の方、それから腕の方ね、この辺も入ってきたと思います。特にね、もうどこに入れてもいいんですね。痛いところ、ちょっとね、今こう付け根のあたりとかにも入れましたけど、こう腕のこの辺が凝ってるなと思ったら、少しね自分で乗っけながらゴロゴロしてもいいですし、ポイントはなるべくね、自分のお体をこう乗っけてあげて、頭の力を抜いてあげて押せれるところ、そういうところを探していくと意外とね、いいですね。力が抜きやすくなる。そしたらですね、このストレッチポールをラインをこのお尻のあたりに入れていただいて、少しポールの上をお尻で歩くようにしていきます。少しお尻モークといって、お尻で歩くようなね、なかなかこう床の上だと硬くて押せないと思うので、このポールに乗って押していくと、歩いていくとこうね、お尻で、そうするとお尻周りの座骨あたりのグレも、取れますから、座骨神経痛とかちょっとね、お尻のあたり硬い方にもすごくいいですね。で少し、お尻のあたりがほぐれてきたら、最後は
ゆっくりと胸のあたりに入れていきます。ちょっとよく分かりやすいと思うんですけど、胸のあたりに入れていって、最後少し頭も床につくぐらいで、この時にね、少しどうしても肩が力入って頭が下がりきれない方は、下に少しバスタオルみたいのを敷いてあげてもいいの。少し、枕みたいに作ってあげて、お胸のあたりを伸ばしていきます。そうしましたら、必ず起き上がるときはお体を横にして、上の手で床を押しながら起き上がっていきます。ではもう一度ストレッチポールに乗っていきましょう。最後はまた同じように体の変化を見たいので、ポールに足を乗っけて、必ず頭の後頭部、肩甲骨、足の裏でまず押してから、お腹の力が入ったなと思ったら片足ずつ伸ばしていきます。手のひらは上に向けて、余計に肩の力が抜けるように少し意識していきます。頭の後頭部と肩甲骨と腰の仙骨、足は遠くに伸ばして繰り返して、最後お尻をゆらゆら揺らしていくと、仙骨のあたりがポールに当たることで股関節周りもほぐれていきます。動きを止めて一呼吸吸います。吐きます。もうあと2呼吸ぐらい頭の後頭部で押しながら、しっかりと肩の力を入れて、お腹にエネルギーをしていきます。吸呼吸で膝を立てて、好きな方にお体をボローンと転がして、ポールから降りて、最後は寝ていきましょう。手足は踏み伸ばして、体の重さをマットの方、床の方に落ちて、3から5呼吸ご自分のペースで呼吸を意識して、床をしながら起き上がっていきます。はい、以上です。ぜひ毎日体リセットして、また元気な体で明日も頑張っていきましょう。